the sun is sleeping。 せーの、ちまー、ヨンジンがいるんだ、ここ。さっきこれ、さやこさんが自分のカード入れてんのかと思って。それやばいでしょ。私の宮崎の友達たち、うん、スキーズファンが多くって、私にグッズをいっぱいみんなくれんの。あら、いいな、ファン友達。そう、今日は、今日はスキーズの会。スキーズの会じゃない。違うんだ。今日は無印徹底比較レビュー会です。何それ、何を比較するの。え、試される系。そういうチャンネルだったっけ。あの、あれ、お正月のやつみたいな格付け。やだ、格付けされたくない。ボロ出る、ボロ出る。じゃないじゃない。なんですか。まあ、この間も無印良品の紹介ね、行ってきた、はい、さやこさんからしていただいたんですけど、その他にも SNS でバズりまくってる商品いっぱいあるんですよ。そうなんだ。そうなんですよ。で、それまだ試したりとかしてないじゃないですか。こっちでちょっと用意していて。え、それは嬉しいかも。試せるの、はい、流行ってるものが試してほしい。で、それだけだとちょっと寂しいかなと思って、その無印のバズってるものと、うん、その部類で人気の商品、うん、どっちが無印か、さやこさん分かるかな。いや、分かんないでしょ。そうなんですよ。でも使ったことがあるものもあったりするんです、さやこさんが。だから普段使ってるもので比較はいけると思う、うんうん、それをちょっと目隠ししながら。目隠しするの。あ、だからあのダイソーのサテンのアイマスクがあったんだ。そんなのあるんですか。わぁ、ちょっと触ってみちゃう。なんかちょっと嫌ね。なんかちょっと嫌ね。なんかこの中にね、この入ってるの綿じゃねえなっていうね。これはもうクオリティが、これのレビューはいいんですよ。ちょっとね、アイマスクのレビューはいいんだ。アイマスクレビューいいです。目視で見ちゃダメなんだ。え、これはどっちが無印か、目で見たら意外と分かるものとかもあったりするので。じゃあどっちが無印かを言えばいい。はい、あ、まあ言えばいいというか、得意な、お二人の得意なレビューを。口に入れていきたいものとかは教えてるんですか。これしてさ、基本的には入れないでください。あの、生きてるものとか出てこないですよ。いや、あの、そういうゲームじゃないです。なんか変なの触らされたりして箱出てきたりしないです。大丈夫。はい、じゃあまず一つ目からいきますので。つける、まだつけないでください。もうつける、はい、まず一つ目、無印のもう総合ランキング第1位の商品がこちらなんですよ。一番売れてるってこと。はい、これ何番。導入美容液だったよ。発酵導入美容液。発酵導入美容液いいの。ワンバイ構成さんいいの。魂売るの。田川魂売るの。いや、僕はワンバイ構成の方が好き。でもさ、導入美容液が売れてるってことなんだ、一番。うん、あんだけラインナップあんのに。この発酵シリーズがもうめちゃくちゃいっぱいあって。あ、そうなんだ。そうなんですよ。発酵化粧水もあります。あるんだ。発酵乳液もあったりする。そっちの発酵ね。それを当てるの、外したらええ。当てなくていいです。レビューしてください。レビューすればいいの。はい、これは当てるゲームじゃないですかね。死活問題なんです。ちょっと当ててみる、当ててみる。悪いよ、悪いよ。ちょっと待って、いつも使ってるんですよね。確か前田だわ。味方じゃないの。味方じゃなかったっけ。まあでも、あくまでもレビューしてください。レビューだけど。 A と B のこういう違いがあるよねっていうのをレビューしてください。でもそれは難しいね。難しいよ。まあ一回ちょっとこの導入美容液触ってみます。どんな感じか。え、これが一番売れてるんですね。ねえ、難しいかもしれない。なんかわかんないかもしれない。なんか発酵っていうよりも香りはそんなに強くないし、浸透も早い。残り方も結構サラサラして。そうですね。ベタつきがない。ベタつきがない。まあでも導入のやつって当分使わないとわかんないからね。即効性っていうか、ある程度継続してみてみなきゃ。でもなんか無印らしいなって感じのはやっぱりその香料とかがそんなにきつくなくて、シンプルな設計。ちなみに無印のスキンケアは使ったことはない。あ、いいですね。そろそろやってみたいとは思ってる。すごいラインナップが多かったから、いろいろありますよね、ちょうど今日向き合えるということで、お二人ともじゃあマスクしていただいて。え、もうすんの。はい、今ちょうど導入美容液使って手がもう今馴染みやすくなってますから。じゃあ、サイコさんから。はい、怖い。はい、あ、びっくりする。いや、怖かった。私は重なったでしょ、今私のこと。渡しますねって聞こえた。え、はい、これが今ボトルです。なになになに。キャップを開けてちょっとだけ出してます。これ何、化粧水。そうです、発酵
化粧水になってる。何これ。二人とも同じ。どっちかが発酵化粧水の無印バージョンで、うんうん、どっちかがマイ肌ってことだよね。はい、そうです。でもさっきより質感がサラサラしてません？うん、そうだね、うん、軽いね。軽、うん、そう、軽さを感じました。だからさっきとは違うと思う。あ、さっきのはさっきのとは違うやつ。あ、違う。それは正解。まあ、それは正解です。いいです、これが A です。はい、次 B いきます。渡します。はい。あ、そっちから渡すパターン。どこ？ここ。いや。無印を知らないからな。でもこっちの方が正直に言うとアルコールが強い。おお。前肌こんな強くなかったと思うんだよな。分かんない。ではマスクを取っていただいて A からじゃあレビューしていきましょうか。どうでしたか？ A は正直に言うとマジで分かんなかった、うん、なんかやっぱ目隠されると、うん、判断基準が鼻ぐらいしかなくて、うん、普段別にここで判断しないから、はいはい、ちょっと正直分かんなかったんだけど、その香りで言うと B の方がアルコール分が強くて、うん、A があまり何も感じなかった、うんうんうん、香りをさらっと、ね、でさっき万太郎が言ってたみたいに無印が香料を使ってないのであれば、うん、A が無印なんじゃないかと私は思って、うんうんうん、でただ前肌使ってる時にあんなにアルコール感じたっけって思ってちょっとどっちか分からなくなったけど、うん、多分 B が前肌だった。固執された感じがしたのは B かも。発酵導入化粧水なんですけど合ってる。おお、正解は A が無印です。おお、すごい。合ってた。でもあれは香りでしか判断してないから、ね、でももっちりかもっとあった。こっちの方がなんか化粧品感が強かった気がする。なんていうのか、こっちのが浸透が早かった、うん、肌馴染みがすごい良かった。でもその発酵系のものでこれだけ香りが 出ないっていうのはすごいと思う。すごいですね。それでなんか抵抗がある人たちにはすごくいいと思う、うん、続いてはハンドクリームでございます。あ、ハンドクリーム、はい、一つは無印、うん、もう一つはイソップのハンドクリーム。使ったことある？あります。無印、あ、無印ない。私もない。イソップはあります。で、このイソップの香りと、無印の香りが似てる。なわけなくない。 SNS で結婚バズって。なわけなくない。めっちゃ怒ってる。イソップだってオーストラリアの植物ですよ。無印はその辺の野草でしょ。語弊がある。無印はその辺じゃないの。無印のレビューですからね。じゃあマンちゃんは絶対当てられる。当てられるんじゃない。さすがにそれだけの愛情を持ってたら当てていきたいところだ。私はメルボルンのイソップにも行ったことあるんで。バンケリーだね。はい、わかりました。ちょっとアイマスクめんどくさいんで。テクスチャーとかダメなの？はい、あの目つぶってください。あ、そうなんだ。あの、めんどくさいんで。まあ、めんどくさいんで。で、終わり。くすぐったい。え、これこ、はい、開けて大丈夫です。ん？え、もうわかる？全然わかっちゃった。うん、はい、せーの、こっち右手。右手がイソップ。こっちの方がもう香りはしっかりしているし、まあ私普段使ってるのです。それと同じ匂い、植物の匂いが感じられる。なんか土っぽさも感じられたりとか。こっちがだから良くも悪くも無印ってマンちゃんが言ったみたいに香り付けをあんまりしないことに良さを重きを置いてるのか、うん、全然インパクトが違う。で、あと自分があまり使わない理由なんだけど、うん、伸びが悪い。ベタベタしますよね。あの白いクリームが伸びるのがちょっと時間かかる。私はせっかちだから伸びが早い無印の方が好き。あ、でも香りを求めるんだったらやっぱこっちかな。まだ答え発表してないんですけど。でも自分たちも合ってるから今。自我の塊がね。自我の塊。めっちゃ恥ずかしいからね。もう本当に。では正解発表いきますね。正解は B が無印でございます。正解です。まあ、もうまあな、これは余裕。余裕でしたね。はい、続いていきます。はい、次は衣類いってみようかなと思います。
衣類、はい、どういうこと用を集めてきた、はい、もう全部すごいですから、無印何これ着替えるのいやどう判断したの衣類を確かに似てる、 似てるどっちの方が着たいか着たいかってことあどっちが無印かを選べってこと、ね、いや無印しか選ばなくていいですわかんない、ちょっとこのパッド式は私着たことないのあこれはサイコさん、はい、これインナーもめちゃくちゃ人気商品え無印と他は何もう一つはユニクロですへえー、あーはいはいはいもう分かっちゃったよはい無印ユニクロなんかやっぱこの胸のデザインのカットがさ、うんうん、やっぱこの独特な多分ユニクロこれじゃない柔らかいそうか無印もこういうの作ってるもんね無印の衣料めちゃくちゃ人気なんですよ素材がコットンが多かった答えが見えちゃうこっちがユニクロだったえこんなのあるのこっちがユニクロだったえこっちがユニクロかと思った間違ってる堂々と間違ってる無印の下着とかって結構保守的なコンサバなイメージだったんだけど、うんうん、思いましたちなみにそれは素材はコットン 53% 綿がどっちの方がお好みですか手触り肌触りはこっちが気持ちいいって思っちゃうけどう品質表示見るとこっち私は手に取っちゃうかなブラカップの着心地でも判断してみたいところだけど結構でもしっかりしてるよねえ、うん、試してみたい無印のインナーも取れちゃいましたけどさらっとなんか始まってさらっと答えを見るってワンミス続いて分かんないねあこれ靴下2つちょっと履き心地を履いていいんですか、はい、こっちかじゃあ B にしようかな、うん、こっち A にしますねちょっと思っちゃうもう私分かっちゃったまあ分かる見てせーのユニクロ無印まあちょっと履いてみましょうかえかわいいリブソックスかわいい今履きたいのはこっちおお柔らかくて気持ちいいでもいっぱいカラーバリエーションあるやつでしょこれ10色ぐらいあるすごいよね無印の方がなんかリブが境界線がしっかりしてる正解は B が無印です、はい、ですよねでもさすごいねあの靴下なのにね、うん、色が出るブランドでそうですね、うん、ねわかるもんユニクロってことうんだけどちょっと衣類で言うと無印の方がちょっとこう個性があるというかもっとほっこり系のなんかイメージだと思っちゃってたけど、うん、もう変わってきてるのかな、ね、ちょっとこの靴下カジュアルになってますよねユニクロよりははい、はい、続いて食べ物編いきます食べ物編はいまずはサイクさんも購入してたチョコ羊羹うーんあチョコ羊羹、はい、食べてみた無印のチョコ羊羹もあれもめちゃくちゃ今バズってて、うん、まあ、サイクさん食べたことない手に入れたのがすごいっていうぐらいでそれ開けたの開けましたこの日のために買ったんじゃないんだけど5年保存がもう、ね、そうだよ見ている皆さんのためにどういうものなのかを、ね、レビューだから、はい、レビューしてくださいでもう一個は同じチョコ羊羹でも井村屋さんが出してるチョコ羊羹っていうのがあったので、うん、無印のチョコ羊羹と井村屋さんのチョコ羊羹を食べ比べでした分かった、うん、どっちも食べたことないから分かんないよ、うん、答えは分からない。見た目全部一緒じゃない？これは一緒のものでしょ？だってあ、一緒のもの？違います。あ、こっちとこっちが違う。これも A と B です。え、何が違うかも目視じゃ分かりません。もうこれは一覧性一覧性ですから。いただいてみてください。え、チョコレートの香りする。好きじゃない。素直ですね。なんか羊羹、甘くない羊羹。なんか甘くないんだ。甘い。なんか羊羹に求める甘さ、違う甘さがやってきて、うん、困惑してる。あ、そう。あと香りが結構チョコで甘い香りなんだけど、味はそんなに甘くない。これ美味しくてバズってるだとするならば私はちょっと、うん、こっちも食べてみる。こっちが美味しいのかも。あ、やば、鼻が。こっちの方が甘い。うん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 、あ、から来たっていうかこっちの方がチョコ感がすごい強い。後半ってほぼチョコ。うん、これが無印だ。
そんなにまで言うのであればね。みんながそんなにまで言うのであれば、こっちがチョコ、こっちが無印。こっちが無印。確かにこっちの方がチョコ感じる。うん、こっちがちょっと謎だった。謎、うん、だからこの謎感でバズるには至らないんじゃないかと。羊羹なのにチョコレートじゃーんでこっちになりそう。うん。ああ、チョコ感が強かった。そうですね。だからそういう意味ではバズってるから、うん、この意外性で無印、うんうんうん。そうだと思います。でも一見こっちの方が無印っぽいですよね。なんか味のパンチが薄い感じ。パンチが薄いから、そう。こっち多分、うん、どっちつかずの味を追求された、うん。こっちはチョコに振り切った。うん、食べ物はなのにめちゃくちゃ言うんだよ。おお、A が無印。こっち買ったらいいよ。おお、思った。へえ。ちょっと食べてきて。これがバズるの？いや、ちなみにこれ販売元が同じ今ライブで書いてるの。あ、そう、製造元が同じものなの。違う、味違うの。これはいいレビューなんじゃないですか。ということで、ラスト1個、あ、これ見たら分かっちゃうんで目閉じてください。はい、最後はジャガビーとポテトスナック。これもすごく似てるということで。うん、そんなの分かりそうだけど、うん、いいの？目開けちゃダメなんだよ。はい、手出して、手のひら出して、そんなつまみ。はい、こっちは食べていい？食べていいです。わかんない。あ、え、わかんないですか？わかんない。あんまりジャガビーも普段食べたことないけど、 B の方が塩分が強い。うん、どっちですか？ B、 B、 うん、そうですね、 B の方が塩分が強い。へ、うん、差別化させようとここに色をつけたら。うん、確かにそれぐらいの違いしかないかも、うん、食感とかほぼ同じ。うん、でもさ、わかんない、さっきのさ話からいくとさ、なんか無味無臭的な方が無印っていう節もあるじゃない。うん、そうですね。でも私ジャガビーってそんなに塩分強くないでしょ。うんうんうん。ってなるとやっぱり A がジャガビーで、 B が無印。無印。じゃあそれでいこう。はい、どうや。はい、では目を開けてください。おお、合ってた。合ってた。結構違うね、うん、ビジュアルも。ビジュアル違う。なんかジャガビーの方が硬そうに見えるんですけど、そんなことないですか？食感はあんまり差がなかった、うん、へえ。でもどっちも美味しい。美味しい。おやつ好き、無印の。ということでまとめそう。分かったのは、世の中には無印に似たようなものがありふれて。違うんですよ。無印がいろんな商品出しててすごいねっていう回にしたかったんです。そうだ、そうです。面白かったです、このレビュー。疲れてますね。なんかちょっと試されたりするのはすごい。テストみたいな。ダメージが試してないんですって、うん、レビューですね、ただの、はい、で素直だからちょっと美味しくないとか言ってた自分にちょっとなんか今心がなんか嘘でもなんか言えなかったかなって答えれない自分たちにがっかり。確かにね、それは反省です。でもなんか正直レビューだから良くないですか？いやいや、いいですよ、うん、今日は、ね、はい、無印の比較レビュー、比較レビューなんですけれども、皆さんも何かこうあれとこれが似てるよとか情報があれば、うん、ぜひコメント欄で教えてください。うん、ってことでレビュー会でした。ありがとう。